稲妻イレブンのイレブンプレカーのアイスの天秤編をこれを開封していきたいと思い,思いますねうんもう何が入ってるんだろうな <laughs> どうもバタでーす今日はあのの前回と引き続きイナズマイレブンの動画を出します今日はこれだ えっと、イナズマイレブン、イレブンプレカーの、ブースターでもある、アレスの天秤第一弾の、のこのボックスをあの、開封していきたいと思います。さあ、あ、これ、一ボックス24パック入りです。何が入ってるんかなと思いますけどね。じゃあ、じゃあ、あの、の 開封していきたいと思います。では、どうぞさあ、これがね、稲妻イレブンのイレブンプレイカーの、あの、アレスの天秤第一弾の、のボックスです。まあね、あの、ね、稲森アスと灰崎良平が、が、あのあ、顔合わせで、で、ぶつかり合いの絵が描いてあります。 まあ、どんな風だろうな <laughs>、うん。横は、こんな風で。まあ、壁山紀藤、で、ゴーエンジで、野坂ヒューマが、がが書いてあってね、うん。まあ、壁山がおってね、まあ、あの、水戸、水戸道,道山の、の、あの、試合の時に、 時に、まあ、ライモンとミドザ山の試合の時に、時にね、足捻挫して、ね、出場はしませんでしたけども、入ったら強かったかなうん。もう横は必殺技ののが書いてあります。まあ、あの、帝国または清書の必殺技ではあるデスゾーンで、ね、 アストの習得した稲光ダッシュで、ゴーエンジの技でも、もある、ま、ああの、小僧丸がつ、が今使っとるあの、ファイアートルネードの絵が書いてありますね。うん。後ろはこんな感じ。ま、あどんな風とかが書いてありますもんでね。うん。まあ、ルール、いや、ここでチェックしてとかって書いてありますもんでね。うん。 上はこんな風になっていますね、うん。下はあ、バーコード。ボックス専用って書いてあり,ありますね。下が、あの、シール貼ってある,あるけども、の、一バックのバーコードだと思います。ねうん、ここは分かんないけどもね、うん。まあ、ちょっとさ、それはその前にね、ね、イレブンプレカー、なんですがね、 まあ、あの、過去の稲妻11でも、あの、カードゲームは発売したことがあります。まあ、稲妻11-5や、稲妻11でもさ、カードが発売したことがあってね、うん。それでね、稲妻11-5、5、まあ、タカアトミーの、のチャンネルで、今やっとるけども、ね、 稲妻ブン5の、の、あの、CM の、いや、カードゲームの CM の動画があります。今でもね <laughs>。まあ、ねえ、えっと、ねこれの、ねえ、まあ、これの、の、ね、まあ、ののアレスの天秤版でも、まあ、ね、今の稲妻ブンの、の、 カードゲームでも、もう言えるかなと思います、ねうん。ちなみに、に、スターターデッキがあります。ねうん、今んところ発売してるのが、新生ライモンバージョンと、ね、聖書学園、聖小学園バージョンがあります。ね、うん。<laughs> まあ、ね、あとはあの、の、今、稲森アストの限定イレブン ライセンスが一枚入っていて、聖少バージョンでは、灰 <laughs> 崎良平の、あ、良平だったか。ちょっと言い間、ま、さっきの言い間違いとったかな。すいませんけどもね。灰崎良平の限定11ライセンス入りがありますね。うん。まあ、こんなのがあってね。うん、まあ、あの、ちょっと、ね、 後ろは、まあ、ライモンのやつなんですけども、後ろはこんな風になっていてね。で、ね、まあ、あの、このクロス、クロスドライブがあってね。まあ、多分、あの、ネタバレになる可能性がありますもんね。まあ、でも今回は、秘密の動画は出しません。ね。今、今はね、うん。わかんないもまあ、ちょっと出せる、る、ところじゃないからね、うん。 <laughs> あと、これ、あ、これが、あの、稲妻,妻イ,レイレブンプレカのカードファイルでもあります。ね、うん。まあ、あの,の、前回の動画で、ね、の最後に、これも、あ、もう、出しといたんですが、今は、あの、イレブンライセンスを入れる、るのになっていますからね、うん。 まあ、片付けないと、やばい <laughs>。片付けないと、ね、いかんからね、うん。そして、これが、が、えっと、11ライセンス、いや、11プレカの、の、あの、キャラカードプロテクトコレクションでもあります。まあ、これが、ライモンバージョンで、これが、聖書バージョン。まあ、こんな風になっていてね、 後ろは、こんな、か、形でね、うん。まあ、あの、の、清少バージョンとライモンバージョン。まあ、これに入れるやつ、だからね、うん、確かにね、うん。さあ、あの、スターターが、せっかくスターターがあるもんでね。まあ、これと一緒に入れた方がいいと思います。 そして、これが、ねえ、えー、っと、デッキケースでも、にもなります。まあ、カードファイルには、この、この、デスゾーンの、ハイザキりょが付属しとって、ねえ、デッキケースには、なんと、とね、あの、アストの、稲光ダッシュが、入っております。まあ、こんな、 のが入っていますけどね。うん。うん、さあ。これが、ね、ブースターのイレブンプレイカーでもあります。まあ、さっき言ったけどね。<laughs> そんじゃ、ちょっと開封する前に、ちょっとあの、ブンこのブンプレイカーをちょっと開封していきましょうか。ね。うん。まあ、ちょっと開封する前にさ。まあ、あのさ。だ クロスドライブなんですが、誰が使うのかが、わ、わかんないもんでね。誰が使うかについては、ちょっとネタバレになりそうだもんでね。まあ、ね。ちょっとそこは、まあ、見たくない人は、はあ、まあ、まあ、ここ、ちょっと遠慮しといた方がいいと思いますね。うん。まずここ、もうテープを切りましょう。 さあテ,テープを切ってテープを切ってねうんここもよっこいしょ。 ここも切ればよし大丈夫さああここも切らなきゃなよし切っといたなうんとりあえずこれをバカッと開いてねさあどんな風になっとるのか見てみようおこんな風になっていますねうん さあ、これは、ちょっと後にしといて。まあ、ちなみに、裏が、ああ、多分あの、これが、イレブンライセンスの、の、限定イレブンライセンスの、あの、アストだな。うん。おっと。そんじゃあ、まずは、テープがあるか。あ、裏と表が違うのかな。ね、うん。 いや、裏がち、裏が、が、この日のやつが何だろうな。うん。これが何だろうね。うん。そんじゃあ、こっちの方。あ、1万しかないな。見てみようか。ありゃこれ表裏同じや <laughs>、うん。表裏も同じやん。 でねうん、えー、っとこれがマーカーカードか1枚うんでこの雷のやつがあの書いてあるしなんだろうねうん火が キアなんだろうね。うん、まあ、これ、ハットリハンター、ハンちゃんが書いてあってね。うん、まあ、ちょっとさ、クロスドライブが出たら、まあ、あの、ネタバレになるもんでね。まあ、そこら辺、ちょっとね、ね、ご了承くださいね。うん、まずは、ハン、ハンターが2枚で、満作が2枚で、 え、お、三枚か。<laughs> まあ、あの、ゴーレムが、三枚。お、日りが、が、三枚で、うん。お、これ、ゴールキーパーか。ね、うん。浦原のりか、が、は、入っていて、ね、うん。 ファイアートルネード。クロス、あクロスドライブ出た。誰が使うんだろうな。なあ。あの、の、小僧丸が使う、あの、ファイアートルネードが出てね。クロスドライブが誰が使うんだ。ちょっと見てみよっかーね。こっからネタバレになるぞ。ね、うん。じゃあ行くぞ。3、2、1、九 あ、アストかなんだ。<laughs> まあ、クロスドライブ。誰が使うのかわかんなかったもんね。アストが使っとったんか。んそして、アストが稲光ダッシュを使っていて。ね、うん。おザ・ウォール。いわ、あの、ゴーレムが使うやつだな。うん、そして、渦巻きハンドで。あ、つくしちゃん。 あの、マネージャーのつくしちゃんが出た。<laughs> まあ、これが、が、えっと、必,必殺技と、と、あの、マネージャーカードか。あの、横のカード、な、というやつが、炎の、の、の、あの、絵ですね。うん。 キャラクター、ちのキャラクターが、が、あの、稲妻の絵になっていますね。うん、よく見るとね <laughs>。じゃあ、次は、あの、ここ、こっちの方を見てみようか。えっと、これは稲森アーとキラー、1枚キラーで <laughs>、で、3枚入っていて、で、小僧丸サスケが、 三枚。お、ゴージン先輩が三枚で、ヒーラが三枚で、お、キャプテンが三枚で、<laughs> データが三枚。あ、ハットリハンター、もう一枚入っとった。<laughs> まあ、スターターはこんな感じ。 感じに入ってました。まあ、あとは、こう見てみるか。ねうん、まあ、ちょっと、見えづらいけどね、うん、これが、プレイシートになっていて、ね、うん。まあ、逆にでこんな風になっていて、 まあ、あの、これは、あの、ウィクロスについてあった、プレイシートがあるもんな、うん。まあ、あの、ディエマープレイシートがないもんで、完全にわからんからな、<laughs> 後ろは、こんな感じか、ーん。こんな感じ。アリスの天民第1弾で今日か、 できるんだうーん。まあ、こんな風になっていて。ねまあ、こんな、のがあって、PK 戦とかさ。さ、こういうのが書いてあってね。うん、次にこ、これが、ルールシートっていいルールシートか。うーん。えっと、ゴールキーパーが、 あの、横になっていて、キャラクターが盾で、必殺技とサポートが横。まあ、マネージャーなんですかね、うん。まあ、ちょっとひどひどくなってんな。<laughs> あの、つくしちゃんの顔が。まあ、ね、こんな、あの、カード解説が書いてあってね、うん。まあ、こんな風になっていて、 プレイシートの見方がこんな風に書いてあります。試合の大ま、大,大まかまな、な、が流れで、まあ、同点の場合は延長戦、まあ、また同点の場,場合は PK 戦がな、なって、まあ、こんな風になったらね、まあ、こんな風に書いてあってね、うん。得点が多い方が勝利だって書いてあってね、 デッキの作り方とかが書いてあって、まあ、キャラクターデッキが30枚で、必殺技デッキが,が8枚、ゴールキーパーが1枚。まあ、ノリカだけね、うん。イレブンライセンスが、使わなくてもゲームで遊べるよ。好きなカードキャラクターのイレブンライセンスを3枚でまで置くことができる。まあ、どこに置,置くんだ えイレブンライセンスどこに置くまあ、これがゴールキーパー置いて、いろんなのが置いてあってね。うん、裏はこん、こんな感じか。うん、ちょっと、ちょっとわかんないな。<laughs> まあ、うん、<laughs> まあ、こんな感じになってい,いますもんね。うん、まあ、これがスターターの、 の、あの、セット内容になっています。ね、うん。だ、ちなみに、あの、聖小学園の、のも、あの、の、開封しました。聖小学園も、あの、同じ、だもんでね、うん。まあ、はい、あの、選手は3、三、三枚ずつ入っていて、あの、ハイザキには、一枚キラで入っています。 かね、うん。まあちょっと必殺技見てみよっか。あ,あ、そうそう。ゴールキーパーは、一枚だけ,け、毛入っていますね。うん。そんじゃあ、あの、ね、必殺技3つは見てみよっか。ね、うん。オーバーペッ、オーバーヘッドペンギンと、デスゾーン、エンジェルレイン。ああ、あいつが使うやつか。ソードオブペングラム。 まあ、あの、あいつだな。なあ、これだな。水上屋が使うやつだな。うん、こいつ。ね、うん。もじゃキャッチああ、もじゃもじゃのか。うん。まあ、サポートカードが、工藤道也監督。まあ、工藤道也って言うと、あの、最初の頃の稲妻11、 では、あの、世界大会の、の、あの、稲妻ジャパンの監督でもあります。ね、うん。そして、稲妻イレブン5では,は、あの、ライモン中、中、かっこ稲妻イレブンの、全監督でもありました。ね、うん。<laughs> まあ、アレスでは、 聖少学園の監督に、になりましたもんでね。うん。まあ、こんなかん。まあ、もちろん、あの、プレイ、や、マーカーカードや、まあ、イレブンライセンスの灰崎良平が入っていてね。うん。まあ、書いてるところは、ここの、あの、絵以外は、全部同じです。 まあ、絵はあの、オリジナルになっとるもんでね、うん。ここも同じですね、うん。これも、もう入っとんのはお、同じ。あ、同じっていうよりも、もうスターターデッキとかさ、あの、清少に変わっています。ね、うん。確かにね。<laughs> まあ、あの、清少バージョンは、こんな、こんな風に入ってました。 さあ、こっからが、が、この動画の本題に行きます。ね、うん。これが、あの、ね、トボックス、学校、ね、24パックを、もうそろそろ、開封していきたいと、思います。さあ、あの、開けてみましょうか。まあ、こんなを押してから、開けようか。 あれハサミがない、無くなったな。よし、開いた。じゃあ、バカッと開けて、ね。まあ、こんな感じに入っていてね、うん。確か、あの、ね、どっかのお店で、で、あの、プロモーション、あの、人人ボ,ボックス買うと、ね、プロモーションカードがもらえるらしいんですけども、 まあ僕はずっと前あの予約したんだけども、まあ入っとればいいんだけどもね、うん。さあどんな風になってるかね、ね、うん、お、これが、あの、アレスの、の天秤の、あの、お店で、で、吊るされているやつか、ね、うん。裏はこんな風になっていて、ね、うん。じゃあ、これ全部出してみると、こんな感じ。 に入っています。うわぁ。全部これ <laughs>、すげえ<ー>な。<laughs> あ、空っぽか。入ってないか。ちょっと残念やなちょっと思ったん、残念やな <laughs> プロモーションカードが入ってねえな。ちょっと残念やな <laughs> じゃあ、あの、気を取り直して、ちょっと一パック開けよっか。まあ、ちょっとさ、あの、一パック、さ、ちょっと欲しいもんでね、僕、ね、うん。ちょっと一パックだけ、あの、下で開けとここんな風に開け。イレブンプル、イレブンライセンス、普通開けやすかったけども、こっち開けず、やっぱ開けにくいな。 また、こんなふうにパッと開けちゃったねうんああ中からなんか出てきたぞ <laughs> えーっと全まあ、1パック5枚入っていますもうねねうんまあ、まず1パック出してみようかまず灰崎亮平が入っていてねはっとりハンターハンちゃんねうん 入っていてね、あの、稲森アストの、の、ノーマルで、スピンバーガットの、あの、あいつだな、うん。あ、裏原のりかの、の、あの、キラーが入っています。ね、うん。まずあの、レイヤーは、は、えっと、これが、が、 レアリティになっとるか。こんな風にね。うん。えっと。どう稲妻レアがあの赤の文字になっていて、スーパーレアが S で、で、レアがある緑のね、ノーマルが、が N ですね。うん。どこが書いてあるんかなうん。 あ、これか。これ、レアーで、ノーマル、ノーマル。こっちも、あ、ノーマルだな。これが、レアーになっていますね、うん。じゃあ、あの、ここの下、あの、切って、切りまし、切っていきましょうか。ね。ちょっと、お待ちくださいね。あの、ここの下も、ちょっと、あの、切って、あの、出しておきたいと、 思います。じゃあ、じゃあ、あの、こっからい、い、こっか。まず、これ、あの、の、ちょっと、あの、これだけ手で開けたもんでね。まあ、これが欲しいから、この、パックが欲しいからさ、ちょっと手で開きました。<laughs> まあ、だ、まあ、カードゲームだから、多分、あの、ダブリとかあるもんでね。まあ、これを、 ご了承をいただきたいと思いますね。うん。じゃあ、行くぞ。おえー、っと、2パック目。せーの、ドンお、はいザキの、の、あの、のノーマルが、出ましたね。うん。はいのノーマルと、小僧丸のノーマル。で、水戸象、銅山の,の、ノーマル。平田大蔵。知らねえな。<laughs> お、ゴールキーパー洗脳時中のやつか。か、えー、っと、レアだな、うん。満作、あレアだな。<laughs> じゃあ、あの、次、あの、開けましょう。せー、3パック目、せーの、ドンお、水神屋、青少のキャプテンのノーマルで、 これもノーマル。オリオーもね、うん。モジャキャッチ。あ、なんか見た方、覚えがあり、あるカードやなと思う、思いますけどね、うん。えー、っと、あ、モジャキャッチあ,あの、確かあの、の、聖書のスターターで入っとったな <laughs>。あ、レッザー、レッサーザーウォール。お、これは、 あ、レアか。あ、聖書の水神や。レアか。あ、スーパーレアおぉ、いいやつが入っとるな、うん。一番上だったら稲妻レアだけどね、うん。じゃあ、あの、あ、これ4パック目な。あ、5パック目いきましょう。せーの、ドン日和正和のレア、いや、ノーマルで、 ああ、か、しゃんが、つみの、あの、ノーマル。で、えー、っと、か、ヤギは、あーこれ、あの、4枚目やん、これ。ああ、ムカトとも、あー三兄弟のやつやん、の、あの、ノーマル。あ、水の矢、ああ、スターター、で入ってないから、これ。 手に入れたな、うん。あ、これレアだし。そうだな、<laughs> そうそう。多分な、必殺技が誰が使うのがが、ちょっとさ、ね、あの、ネタバレになりそうだもんでね。まあ、ちょっとネタバレになるなぁと思いますね。うん。次が、お、ゴーエンジだ、来た。これはあの、レアのゴーエンジ、ゴーエンジか。 うん、じゃあ、6パック目いきましょう。せーの、ドンお、ゴージン先輩。で、えー、っと、ゴージン。ああ、これ4枚目やん。ね。マンサカクが、ああ、4枚目。渦巻きハッザハンド。ああ、2枚目になりそうなん。2枚目やな。 キャプテン、ライモンのキャプテン、ああ、これレアのライモンのキャプテンが出たね。うん、ゴールキーパーの、あーレアの方やな。<laughs> レアーで、ねうん。そんじゃあ次、次、まあちょっと、ああ、数えてねえな。忘れとったな。多分何のパック目かな。まあいいや、もう、次のパックいきましょう。せーの、ドン あ、日和がまた出た。あの、ノーマルの、ね、うん。おと、さおとめせいや。もう出たかん。えっと、ね。ああ、これ4枚目やん。ああ、2枚目。ダブリが来た。ゴーエンジの、の、レアが来て。あ、ミカドアンナ来た。 ミカドアンナーがレア、レアになっていて、ね、うん。それじゃあもう1もう一パック目行きましょう。せーの、ドン双子が玉川がノーマルで、まあこれ4枚目になっとるな。わかんな小僧丸も、もうまたダブリ。ああ、うざまきざんハンド、ダブリ。 奥入り広、あー、レアーが来ました。ね、うん。レアーの、ね、うん。おあーのー、小僧丸版のファイアトルデードが来ましたね。お、これあの、スーパーレアーが来ましたね。うん。じゃあ次のパック、せーの。せーので、ドン柳原克美も出て、 <laughs> 盛り上がりもこが出たソー動オブペンダグラムが出てねえ。NGLA! ああ、こっちの方の、こっち版のやつか。あの、ブースター版の。ねうん、まあ、レアーで、お、岩垣の、登、登ろうか。うん。 これが、レイヤーが来ましたね。うん。よし、次行くぞ。せーの、ドンあ、ダブリが来た。あー、モこもまたダブリで。あ、ツトムが出たか、こっちの。<laughs> もうヒカの方が来たか。うん。奥井ああー、ダブリだな。うん。お、オーバーでヘッド、オーバーヘッドペンギンが出たぞ。 これも、あの、スーパーレアだな、うん。S って書いとるもん。うん、そんじゃあ、次のパーク行き、行こうか。せーの、ドンお、岩戸が来たか。岩戸が、が、まあ、あの、のダブリが来たからね、うん。お、ですンこれも確か。 か、が、あの、スターターで入ってんだから、ね、うん。シュートポケット。あ、洗脳時中のやつか。これノーマルだからな、うん。あんなが、ダブリーが来て。岩垣も、ば、ダブリーが来た。<laughs> うんじゃあ次。次のパック。せーの、ドンヒューラキリナ。が、トシ。 えっと、ああ、あの、スターターからの、の、あの、の、えっと、ダブリーが来たな、うん。はい、ザキー。ああ、多分、これ、これは、これもあの、の、ノーマルが来たな、うん。ああ、ノダブリー、ダブリー。あ、レアーが、スーパーレアーが来たか、うん。 まあ、どんな、ああ、ちょっとわかんなくなってきたな、ダブリーのやつがね、うん。じゃあ次行くぞせーの、ドンあ、岩戸の、岩戸がダブリーで、アッソもダブリーで、ピーニングカット、ああ、ダブリーかな、うん。ああの、日和、日和が使うのかな、あの、シューティングカット。確か、あの、足で、 で、雑巾吹きしとったもんでね、シューティングカート習得しちゃったーなー <laughs> 次が。あ、ザキ良平。なんだこれ。確か。あ、稲妻レア。あ、一番高いやつやん。うわ、ザキが来た。<laughs> うわ、ザキが来たなーおい稲妻レアーでね、うん。えっと、稲妻レアーが、が 5枚かなんだろうなぁと。じゃあ、じゃあ次行きますよ。せーの、ドンヒューラーが来た。ハットルハントもダブリーで。で、あ、マサルの方が来たか。うん。これでムタ、ムカタ3兄弟が揃ったかな。うん。エンジェレイもダブリーが来て。あ、これでアが来たかな。うん。 じゃあ、行きますぞ。もうパック、もう、よし、次行くぞ。せーの、ドンオリオフ、フふゆきが出て、マンサクが出て、あー、ダブリやな。平田泰造が出て、稲森アストが出て、ですね。デスゾーンが来た。あーっと、え、ええすかなあら。 平でも、ノーマルか。ーんー。<laughs> よし。もう一パック。いくぞ。次行くぞ。せーの、ドンはい、ザキが来て。あ、これのダブリが来た。ひらた、大蔵、ダブリ。あ、おとなしはるな。あー。おとなしはるなって言うと、あーのー、 の、えっと、祈祷の妹だな、うん。まあ、ちょっと祈祷、祈祷とおとなしさ、はる、祈祷と,と春菜は兄弟なんですが、ちょっとさ、両方、さ、どっかあの、引き取られてね、ね、離れ離れになっていてね、まあ、ね、祈トの方は祈祷ば、タイ、 財閥の方に預けられてね。おとなしさんは、普通に育てられていたらしいもんな。おとなし家にね、うん。じゃあ次が。お、来た壁山壁山が来た。そして、あの、スーパーレア。壁山平五郎。あ、しかも、教えることはもう全部、部教えたっす。 まあ、壁山って言うと、と、まイナス最初のいなずま11で出てきたキャラクターで、ねで、最初はめちゃくちゃ面白かったな。<laughs> まあ、あの、ねねトイレ、あの、帝国とし、と試合、試合する前に、トイレに、に行ってさ、それでねトイレに 行ったかと思ったら、あの、全員、い,いんで、あの、ライモンサッカー部の全員で、で、壁山を探して、ね、それでね、ロッカーの中、中で、見つけた、見つけたんだ、もんでね、見つけました。それでね、出られなくなったことがあって、まあね、あの、帝国の強さに逃げて、 で、それで、ねえ、あの、ノッカーに入っちゃったの <laughs>、まあ <laughs>、壁山懐かしいな <laughs>。いや、壁山も,もう今もおるけどな <laughs>。じゃあ次いっか。せーの、ドンああ、あの、キャプテンが出て、日和も出て、また出て、シューティングアットも出て、下側荒って、 千の時中のやつも出たな。うん、<laughs> じゃあ、次。せーの、ドン満作が来て、あ、もこまたか。タイゾもまた。<laughs> レッドザウォール、また、まただな。まあ、あ、絵柄が違うかなわかんないけどもね、うん。お、来た、来たかな来たは、あの、レアの来たが来ましたね。うん あと何枚、あと何パックだ全部であの何パックだけ、けなりました。<laughs> ねうんねうん、じゃあ次。せーのせーのーで、ドンお。あ,ーあの、ゴージン先輩も来たな。うん確か、ゴージン先輩。ぱい、あの、ダブリだな。相当目線やも来て。 おー、ともも来たが、稲森アストも、もう、あー、まあ、私、レアの方が、まだ来てなかったかな、わかんないけどね、うん。次は、あー、超金融監督が来た。あ、これや、あの、スーパーフェア。<laughs> あー、稲妻イレブンの監督の、あれね、うん。まあ、あの、 稲、ライモン中全員揃ったかなこれでね、うん。ね、うん。次。次のパック、せーの、ドン服部とりはん、はんちゃんが来て、で、キャプテンが来て、翼ちゃん、おとなしさんが来たな。あこれ、まさかあの、稲盛のあれか。えっと、稲妻レアの稲盛が来た。おー すげえな、これ <laughs>。うん。じゃあ、あと5パックやん。じゃあ、もう1パック。せーの、ドン岩戸た、岩戸が来て、で、双子玉が川が来たが渦巻きザハンドのダブリで、あ、トライアングルゼットあの、あいつらの必殺技、技やん。 確かが、向田三兄弟の必殺技が来た。ね、うん。次。ね、あ、稲原のりかー。が、まあ、え、ダブリが来たね、うん。こんにちは。もう一泊行くぞ。せーの、ドン稲森アストが来て、小僧丸スケソー動オブペンダグラム。 やってあて、おま、おまなお。まあ、確か洗脳、見かけ洗脳中だったら、あー、あのー、の、ハゲの時々の、のやつはな、ゴールキーパーって言うと、杉森だったっけな、うん。そいつだったような気がするけどね、うん。もう一つは、お野坂優馬来たぞ。えっと これスーパーレアか。野坂はまだわかんないもんな。僕は王手の月の宮キャプテン。いや、僕は王手の月の宮キャプテン。野坂ヒューマだ。ヒューマだ。まあ、ね、謎謎のキャラクターだもんな。うん、キャプテンだしな。<laughs> そんじゃあ、三と3パック目、いくぞ。せーの、ドン あ,あと3パックだな。オリオ・フユキで、で、ソーン、で、シュートポケット、ハイザキの、のレアが来たか。あーちょっとダブりだな。満作のレアが来た。ねうん、じゃ次次、ね。せーの、ドンゴージン先,先輩で、 シュートポケット。ムカタ三兄弟。と。と。競争まあ、こいつのあの、レアー。おあ、小僧丸サスケ。稲妻、ま、レア。お稲妻レアの小僧丸が来た。<laughs> わ来た <laughs>。ね、うん。そして、最後の一枚。 最後の一枚何が出るかなまあね、これが最後だぞ。せーの、ドンえっと、小木原勝美と、ムーカタマサル、スピーニングカットダムお、道成達美も来て。お、爆音、爆熱ストーム来た。なんだ。これスーパーレアのやつか。 おゴーエンジンのやつかね、うん。まあ、これでもう、終わりです。<laughs> まあ、全部、あの、開け終わりました。42、2泊中、中。まあ、稲妻、まあ、レアは3枚出しました。ほんでね。まあ、これで終わりめ、終わりです。ね、うん、まあ、まだまだ、だ動画は続きますけどね、うん、あの、ボックス、人ボックスの、 あの、42パックの出した結果は、こんな感じです。まあ、これが、ノーマルカードのキャラの、あの、山で、これはレアの山になっていてね、うん。次にこれ、スーパーレアが、出したのが、あの、8枚出しました。ね、うん。えー、っと、水神屋と、 必殺技のあの、ファイアートルネード、オーバーヘッド、ペンギン、ヒューラーと、壁山と、ま、あ、超金融監督、謎の男、野坂優馬と、あの、あとあの、爆熱ストームが出ました。もうね、これが、スーパーレア枠で、 そして一番高い、稲妻レアは、ハイザキと、稲森と、小僧丸が出ました。ね、うん。まあ、この3枚出ました。まあ、ね、稲妻レアは全部で5枚で、ね、ね、あとこれが、まあ、スーパーレアが全部で10枚、なんです。ちょっとさ、 あの、ノーマルの中でね、こういう、ザラザした、ちょっと、ね、えっと、ノーマル、や、スーパーレアにいた、あの、キラキラのカードがあります。もうね、これノーマルだもんね、こういうカードも出る時がありますもんね。あの、スーパーレアが出た、なと思ったら、これノーマルだった、っていう人もおる、 る人もおるもんでね。ちょっとこれは気をつけてくださいね。うん。まあ、ここを確認してくださいね。うん。うん、まあ、あの、ノーマルカードだったらこ、こんな風こんな風でね、キラキラしてないけどもね。うん。レアは、確かにあの、キラキラしていますね。うん。まあ、スーパーレアが、 あの、ザラザラし,していてね。うん。すっごくキラキラしています。うん。ザラザラしていますけどね。うん。そして、稲妻レアは、ここが金になっていてね。うん。文字も、あの、金色になっています。まあ、稲妻レアはね。うん。まあ、こんな感じになっていますね。うん、ちなみにさ、ちょっとあの、 稲森やすととと,と、ハイザキを、ちょっとこれね、二つこんな風に合わせると、こんな絵に、になりますもんね。まあ、あの、ハイザキと稲森の稲妻レアが当たったら、こういう風に合わせることができるからね、皆さんも、あの、ぜひ試していただきたいと思います。まあ、こんな絵ができちゃったけどな、うん。 まあね、稲妻11の、の、11プレカは、まあ、こんな感じになっていますね。うん。これが、あの、11プレカかの、アレスの天秤第1弾の、ヒットボックスの開封動画でした。ね。動画はまだまだ続けだね。うん。というわけで、あの、稲妻11、11プレカの、あの、の、 1>, の 1, ボックス1ボックスの24パック入りの開封動画いかがでしょうかまあちょっとさあのタカートミーモールでちょっと先にプロモーションカードがつくつくっていうの,のがあの出る前にちょっとねあの注文したからちょっとあの残念ながら僕のところにはなかったんですけどもねうん。 確か、あの,の、来門中のみんなが、あの、バーベキューをしている,るカードが、がそうだと思います。ね、うん。まあね、<laughs> ね、まあいいげまあ、あの、最新作の稲妻イレブン分の、のやつだからね、うん。もしよければ、チャンネル登録や高評価、コメントなどお願いします。 コメントにはは、まあ、こんなカードが出たよとか僕はこういうのが出ましたでもいいのでぜひ書いてくださいちょっと滑舌悪いところもあるもんでね,ね申し訳ないけどもそこはご了承くださいいち早く動画が見たい人はチャンネル登録をおすすめします、ねうん、あそうだなあのレオンチャンネルなんですかね僕にとっては はね嬉しいけど嬉しいだけどもあの実はあの稲妻イレブンのおもちゃはまだレビューはされていないらしいですまあでも良かったまだまあ別に良かったなと思うけどもね、うん、まあねイレブンバンドが6月30日発売だもんでね まあ多分あのレオンがレビューするかかがレビューするかしないかはわかんないからさまあねあえてレイレブンバントだけはあのレビューされたくないなと思いますまあレビューされんかったらバンァイっていう気どねまああの先週の大量買いの動画の時に稲妻、ま、出さんかったのもそうだしさ さあのねえイナズマイレブンのおもちゃももう買ってなかったからさまあたいレオンチャンネルはイナズマイレブンには多分興味がないなぁと思いますまあ今後分かんないけどね買うか買わないかね買わんかったら嬉しいけどももし買っとったらちょっと怒る嫌 <laughs> になるやめてくれよバカ野郎って言いたいわな <laughs> というわけで で以上バタの,のあの2月イ,イレブンイレブンプレカののあののアレスの天品編第1弾の,の1ボックスいや1ボックスの開封動画でしたそれでは次の動画でお会いしましょうバタでしたバイバーイまたねー